じゃあさっさとスマップ騒動の方行くね。今ですねネットニュースで帳場になってるのが松本人志がですね、ニュース自分の番組で言った本当のことを言っても誰も得しないっていう話なんですね。これ真相は何や本当はどうなんやって言うんやけども、それを言っても多分誰も得しないし、本当のことを言うってことはお互い考え方がすでに違うから解散という状態になっていると。それぞれの人間に本当はどうなんですか気持ちはって言っちゃうと、誰かの悪口にお互いならざるを得ないと。でそんなことをして誰が得をするんだっていうのが松本人志が言ったワンパッケージでありますね。でこれはまあその通りで思います。で僕がね個人的に思ったのはスマップってね違うんですよ。何が違うのかっていうとですね、あの人たちはですね圧倒的にその芸能人であってアイドルなんですよね。で毎年紅白歌合戦でありますよね。で紅白歌合戦っていうのはリハーサルが私服なんですよ。なのでオンエアはされないんですけども、その後で出版されたですねそのアイドル雑誌とかを見るとですね、まあ見事にですね私服でリハーサルをやっている芸能人とその後衣装を着ている芸能人とこうダブルで見れるというですね面白いものがあるんですね。なのでそれで見るとですねその嵐とですねスマップの両方のがですね写真で比較されてですね、で嵐の私服ってですね普通なんですよね。つまりステージに出る時の衣装はあるんですけども、私服自体はですね僕らとそんなに変わらないというか、まあちょっとセンスがいいとかいいものを使っているというのはあるんですけども、別に芸能人してないんですね。で皆さんさすがにねジャニーズの画像をここで出すということは、問題があるのでできませんがですねぜひ検索してですねスマップの私服を見てみてください。紅白の私服とてつもなくですね面白いんですよね。そんなもんね普段の服でねなんか着るはずがないっていう。木村拓哉の私服すごいよ。これが私服かというようなんですけども、それを着て出てくると、どこまで行ってもザ芸能人なんですね。でそういうザ芸能人っていうのかな、同じようなジャニーズアイドルで考えてるんだけども、多分その V6 か TOKIO かどっか分かんないですけども、どっかまで昭和のザ芸能人 でどっか以降は平成のいわゆる普通のスターになんかこう分岐点があると思うんですね。でまあ僕はそこまでですねそのジャニーズアイドルに興味を持ってるわけでもないですしですね、スターの私服チェックという番組があったらちらっと見る程度の人間なんでですねよく分かんないですけども、間違いなく言えるのはですねスマップの私服がものすごいイコール彼らは24時間ですねアイドルをやってるっていうことなんですね。言っちゃえばなんか誤解呼ぶかも分かんないんですけども、そんなに24時間何かやってる人っていうのは僕は天皇陛下以外知らないんですよね。あるものの象徴であるアイドルっていうみんなの夢を預けられてるものっていうのの重圧がきついっていうことはなんかこう分かるは分かるんです。で僕今回ですねニコ生でスマップ取り上げようと思ったのは何でかっていうとですね、その男の問題だからなんですね。つまりスマップの問題ができたらこの僕らオタクというのはですね、あなんかあいつらかっこいいって言われてるけどもとか、オタクのスマップ嫌いというのはねこうすごいよくわかるし、僕もあんまり好きなわけでも何でもないんですよ。でただですねその男同士だからわかるニュアンスっていうのがありながら、スマップを語る文脈っていうのがですね、だいたいその女の子の文脈で語るんですね。なんかもうちょっと男としてですね、男の子としてですね、彼らの考え方っていうのをかばうというのは変ですけど、説明する人が出てきてもいいんじゃないかなと思うんですけど、なんとなくその女性週刊誌的なアプローチ、結局誰と誰が喧嘩したからなのかとか、誰が悪いのかとか、そういうような話になっちゃうのがですね、僕はあんまり気持ちが良くないんですね。ライトスタッフというですねトム・ウルフが書いた本があります。映画化もされました。でサム・シュパードが主演してですね映画にもなったんですよね。宇宙飛行士の話です。でライトスタッフっていう正しい質っていう意味ですね、今コメントに流れましたけども、それはですねトム・ウルフがですね宇宙飛行士たちを取材した時にですねまず出てこなかった言葉なんです。まずそのライトスタッフっていうのが本のタイトルなんですけども、なぜそれがタイトルになったか、なぜそれがベストセラーになったのかっていうと、アメリカ人の誰もライトスタッフという言葉を知らなかったんですね。で宇宙飛行士やテストパイロットにずっと話を聞いてると、誰もそのライトスタッフという言葉は言わないんですよ。何かその誰かが間違えてポロッと言っちゃうとかですね、そういうようなことがあるんですけど、徹底的に隠された言葉だったんですね。それは何かっていうとですね、
まああえて言うのであれば、勇気とか死を恐れない心とか、あと生き残ることの正しさ、どうやって生き残るのかっていうのを考えたんですけど、だからそういうふうなものがある場合、あいつにはライトスタッフがあるとかですね、俺はにはライトスタッフがあるからみたいな考えるんですけども、絶対口にしないんですね。で、映画はそこら辺の説明がすごくうまくて、延々誰もライトスタッフって言葉口にしないですよ。で、その中でその宇宙飛行士になるためテストパイロットにインタビュー続けてるですね、おっさん2人がですね、喋る時に、あいつらはライトスタッフがあるって、なんだそれって、いやあいつらに聞いても絶対言わないんだけども、まあ、勇気とかそういうようなことみたいなもんかなと。で、死の隣り合わせで生きてるテストパイロットたちはその言葉自体絶対口にしないというんですね。でもその映画のクライマックスでゴードン・クーパーというやつが、そのこれまでに一番すごいパイロット誰ですかって聞かれた時に、新聞記者に答えられて、いつもの軽い調子で、俺だよ俺、君たちの目の前にいるよとか、俺を見ろよっていうふうに言おうとしてたんですけど、その瞬間なんか入っちゃって本気で語っちゃうシーンがあるんですね。で、本気で語った時に、なんだろう、方位曲線っていうんですけど、飛行機の性能っていうのが曲線で示される図というのがあるんですよ。例えばこの曲率で上昇したらギリギリ失速しないとか、この曲率でいわゆる空中旋回したらギリギリ空中分解しないっていうですね、そういう曲線があるんですね。で、その曲線っていうのをほんの少しでも縮めようとするのがテストパイロット。テストパイロットってのは飛行機の性能を飛ぶかどうかテストするんじゃなくて、どこまでやったら壊れないのか、どこまでやったら死なないのかっていうのをギリ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 毎日毎日その層を1ミリずつ縮めるというのがテストパイロットなんですね。で、そういうふうな人間が聞かれた時に、ついそれは本当にライトスタッフがある証拠なんだというのを言いかけて、ライまで行ってパッと巣に帰って、いつもの明るいゴードン・クーパーで軽口飛ばすというのがあるんですよ。それがその、なんだろうな、テストパイロット生存率ですね、 75% の仕事と言われてます。大丈夫、スマップの話に戻る。今スマってコマンドで流れたからみんな不安なんだな、大丈夫。で、生存率 75% ということは、1年目でですね、25% の人が死んじゃうということなんですね。大したことがないように聞こえるかも分かるんですけども、テストパイロットなんですね、1回になったらですね、2年も3年も続けるんですよ。1年目にですね、25% の人が死ぬっていうことは、2年目3年目で半分死ぬっていうことだし、4年目5年目までやってるとですね、 80% の人が死ぬという職業なんですね。で、そういう職業についてる人間は家族から奥さんから聞かれるわけですよ。なんでそんなことしてんのっていうふうに聞かれるわけですし、あと飛行機が墜落した時に欠陥機の場合もあるわけですよね。でも欠陥機の場合があってもですね、テストパイロットたちはそれを欠陥機だと文句が言わないんですよ。ただ単に死んだやつはドジを踏んだっていうふうに言って、お互い毎晩笑って酒を飲むんですね。でもテストパイロットの奥さんたちはもう毎日毎日恐怖と戦うわけですね。なんか事故があったっていうたびに、あれうちの旦那じゃないか夫じゃないかというふうに言って、でもうこんな仕事はやめてくれって言うんです。でも一切それに対して答えないんですね。なんでかというと、そんなことに対して奥さんに弱音を吐くことはライトスタッフに関わるからなんですよね。で、ライトスタッフがありさえすれば欠陥機であっても助かるはずだというふうに思ってるから、そうやって生き残ってる本当になんか何十人に一人の人間だけがアメリカのテストパイロット業界の中でトップにいて、そいつらが宇宙飛行士になったと。だから宇宙飛行士たち、テストパイロットたちっていうのはものすごい巨大な自尊心、自負心っていうのを持って、それの本質が何なのかっていうのを絶対に話さないし、話せないですか、話すこと自体が自分たちがいるサークルに対する裏切りになるし、自分たちの生き方の裏切りになるんですよ。で、俺が思うに象徴やアイドルというのはこれなんですよ。みんな多分ライトスタッフではないんですけど、例えばスマップだったらですね、かっこいいということを全員が体現してるんですね。よく木村拓哉に会った人が言いました、あんなかっこいい人見たことがない。それは何でかというと、自分ではこれがかっこいいからだと思わないんですよ。それを思ったらかっこいいよくないからですね。そうじゃなくて、自分はかっこいい存在でなければいけない、 100% かっこよくなければいけない。だから言っちゃ悪いですけど、私服もあんなことになるわけですよね。紅白に行っちゃう服もそんなものになっちゃうんですけど、それは何でかというと、
かっこいいっていうふうなことを体現しようとしているからです。それは5人全員がそうなんですね。5人全員がそうで、そしてそのかっこいいっていうのがテストパイロットだったら分かるんですよ、生き残るなんですけども、芸能界だったらおそらくアイドルでいることなんですよね。アイドルでいてみんなにかっこいいと思われること、でもかっこいいと思われるのは人気取りをやってはいけないと、それはかっこよくないからだっていう、そのことに関して考えて、そして行動してるんだけど、それを決してみんながですね話し合ってはいけない、何がかっこいいんだろうかと話し合ってはいけない、そうじゃなくて毎晩酒を飲んでバカ騒ぎをするだけで、そして俺かっこいいよね、お前かっこいいよねっていうのをお互いが分かる感じで、で一番親しい妻とかそういうのにも明かせずに、そうじゃなくなった時はパイロットに死ぬだけ、つまり芸能界からいなくなるだけっていう過酷な競争を20年以上続けたのがスマップなんですね。なので何かの象徴であるっていうことはそんなことだと僕は思うんですよ。僕らの分かんない世界じゃないかなと思うんで、そういう分かんない世界っていうのを語るにはトム・ウルフのような天才的なジャーナリストをもってしても10年以上の取材で本当にテストパイロットに山のような話を聞いて、やっとライトスタッフっていうかけらみたいなものを言葉を見つけて、そこからこう手繰ってその世界が分かってきた。ちょっと限定の方でじゃあ僕はそのスマップの解散騒動ってどういうふうなことを考えているのかっていうのを話しますけども、要するにちょっと核心部分っていうのはまずかっこいい存在であると、それは何かの象徴、みんなからそういうふうに思われている象徴であって、それを続けるということは自分たちで意識もしちゃいけないし、自分たちで話もできないしっていうような葛藤の中にあったんじゃないか。でそれは実はそのバットマンとかウルトラマンもそうですし、いろんなスーパーヒーローで僕らオタクだからこそ知っている、なんだろうな、心の苦しさ、あり方とちょっと関係あるんじゃねえかなというふうに思います。無料で話せよ詐欺師というふうに言われましたが、お前はな、金払ってでも俺の話を聞きたくなってるだけだよとなんかちょっといい気分であります、というふうなことです。じゃあこの辺で、限定放送に切り替えさせていただきます。